どうも皆さんドクター歯科衛生神 A と E のあかねです英語論文講座ボリューその5ということで今日は5個目きましたえ今日の内容はですねはいやっぱり定番中の定番音符歯ブラシ、まあ、これについて見ていきます、まあ、音符歯ブラシってっ振動がものすごい激しいですよね普通の歯ブラシに比べるとゴーっていうあの激しい振動が音波歯ブラシのもう一つ第一番の特徴だと思うんですけどその特徴を持ってる音波歯ブラシ一体 歯の表面にどれくらい傷をつけるのか、侵襲的になってしまうのか、まあ、これに関連する内容の論文を一緒に見ていきたいと思います。こちらが今日の論文のタイトルです。Effects of a Sonic Toothbrush on the Abrasive Denting Wear using Toothpaste with Different Abrasability Values ということで、はい、Effects というともう定番ですね。Effects っていうのは効果を意味します。効果。Effects。で、Sonic Toothbrush ソニックっていうのが音波を意味しますのでソニックトゥースブラッシュいわゆるこれが音波歯ブラシですソニックトゥースブラッシュひ皆さんも発音してみてくださいソニックトゥースブラッシュ音波歯ブラシです で、アブレーシブ。アブレーシブっていうのは、まあ、アブレーションとかっていうのは、傷とか、侵襲、この摩擦とかっていうことを意味しまして、まあ、アブレーションがあるっていうのは、削れる、歯の表面溶かすとかっていうイメージになります。で、デンティンっていうのは造牙質。ウェアっていうのは溶けるというのを意味しますので、まあ、トゥースウェアっていうと、まあ、歯の摩耗症とか歯が溶けてるところをトゥースウェアっていう言い方しますよね。まあ、そのウェアだと思ってください。で、using、toothpaste. トゥースペースト。o ゥースペース e っていうのは、しま剤ですね。トゥースペース e ぜひ一緒に発音してみてください。Toothpaste、島ま剤。で、with different。different ってのは異なる、違うという意味で different abrasivity value。まあ、value っていうのは数値、値ということなんで different abrasivity value。異なる摩耗性の摩耗の値を持っている toothpaste、島ま剤を使ってソニックトゥースブラッシュ、音波歯ブラシで磨いた時の 造形質のこの溶け具合て摩擦具合っていうのを比較してみる、まあ、効果ってことになります何が言いたいかというともう実際タイトルでね全て物語ってるんですね何が言いたいのっていうと音波歯ブラシを使ってそれぞれのアブレイシビティバリューが違うトゥースペースを使った場合アブレイシビティバリューが影響あるかどうかって話なんですね音波歯ブラシを使う時にやっぱ振動が強いから「島ま剤はこちらを使ってください」とかってお話ししたことありませんか 患者さんんにもしかしかかかたたら聞かれたこととあるかと思うんですよ私は電動歯ブラシを使ってるんですけど普通にその辺の市販で売られている歯磨き剤を使ってもいいんですかとか聞かれたことないですかね実際自分自身も気になるところだと思うんですよね電動歯ブラシを使ってる歯科衛生士って多いと思うのでだからその時に自分が使ってるのに普通の歯磨き剤でいいんだろうか問題ないんだろうか歯磨き剤の何かこの種類によって歯に与える影響って変わるんじゃないかなって疑問に思ったことないですかね なかっったたたととしたららねこれは疑問に思思てもらいたいと思いますやっぱり日々の歯磨きなのでただ日々の歯磨き、ま、た,たかが歯磨きされど歯磨きだと思いますので実際どれくらいね歯の表面に傷を与えてるかっていうのは是非考えてあげないといけないところだと思うんですよね。いいかに歯を削らないで 花瓶とかねそういうのと一生関係がない状態で歯を使い続けてあげられるかどうかっていうのはやっぱ日々の歯磨きが大きく影響してると思うんですよね。ってことなんで今日はこの音波歯ブラシがどれくらい音波歯ブラシを使う時にはやっぱり歯磨き剤って考えないといけないのかどうか、まあ、これをここでこの論文ではっきりさせていこうじゃないかということです。 で、今日のこの論文はですね、はい、もうお決まりの IJDH、インターナショナルジャーナルオブデンタル配信史、解説史の国際雑誌といえばという論文のところから引用しています。で、ファーストパブリッシュ、これが出版されたのはですね、2021年の6月順、6月の11日ということなので、まあおよそ1ヶ月前ぐらいですね。で、えー、書かれた方はブレンドハムダザン。 まあ他の何人かも著者として挙げられているこの方たちが書かれた論文ということなんでぜひ、まあ、こちらねパパパってタイトル調べて IJDH とタイトルって調べてもらうと必ずネット上にアブストラクト小録を確認することはできますのでぜひ興味がある方は見てみてくださいでは具体的にね方法を見ていきますまず方法はなんですけどじゃあ歯の削り具合どうやって評価したかというと実際の人間の歯ではなくてですねサンプルを使って評価しています、まあ、サンプルなんで要は抜いた歯 ですね、抜かれた歯っていうのを言いますでもこれ人の歯じゃなくて「え16ボバインパーマ t ントインシ o r ス」ってことでボバインっていうのは牛を意味しますえつまり16本の、まあ、牛さんの歯牛さんの抜虚脂ですねを使いますでパーマ e ントっていうのは永久歯を意味しましてパーマ n ントティース永久歯っていうのはパーマ n ントティースと言いますぜひ皆さん発音してパーマネントティースパーマ n ントティースってことで A 九詞です。牛さんの A 九詞。で、インシザーって言うと、まあ、前詞。前詞のところ、インシザーって言います。インシザースまあ、ハサミ、シザーってハサミって言いますよね。ハサミ。チョキ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 、ハサミ。で、この辺の摂氏っていうのは何かをこう切るときに使うっていう歯ですよね。摂氏インシザース摂氏っていうのはインシザースと言います。つまり、牛さんの A 九詞。まあ、このインシザースを、16本のインシザースを使いましょうと。で、この16本をそれぞれ6グループに分けます。16本の歯を適当にこう6本。 6グループに分ける。まあ、おおよそなので、2本ずつぐらいですかね。3本弱ぐらいの、1グループ3本弱ぐらいに分けていったと。で、この6グループの構成がどういう構成かと言いますと、それがこちら。6グループ。G1、G2 ってグループ1、グループ2ってことなんですけど、グループ1が RDA28。はい、ここまでが28。ここまでが RDA65。 まあ、RDA 何かっていうとね、ぜひ歯科衛生学生の方がこれご覧になられたら、必ず確認してもらいたいんですけど、RDA っていうのは、要は、粒子の大きさを意味します。島材に含まれている粒子の大きさ。つまり、粒子が、大きさが小さければ小さいほど、その島材は、まあ、つるつる,つるってことですね。全然荒くない。目が荒くないってことですよ。サンドペーパー、やすりとかも同じで、目が荒ければ荒いほど、ガリ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 。ものすごい削れますよね。それと同じです。 要はシャープニングに使う砥石とかと同じで目が粗いものの方が形態修正に使ったりしますよね目が全然荒くないものの方が形態修正簡単な仕上げ磨きに使うと思いますそれと同じで RDA の数値が小さければ小さいほど滑らか RDA の値が大きければ大きいほど目が粗いということなんですごいゴツゴツしたいやすりもめっちゃ削りますよみたいなイメージってことです つまり RDA がね、小さいものの方が当然、まあ、削れないんじゃないの ?RDA 大きいものの方が当然削れるよねというね。あの、プロフィーペースト。実際に、歯科診療所でね、患者さんの口腔内に使うようなプロフィーペースト。研磨しますとかね、仕上げ磨きしますとかっていうのに、指名、機械的な指名生成をするときに、プロフィーペースト使いますよね。あのプロフィーペースト、RDA いつも、いくつのものを患者さんに使われてるでしょうかまあ、ぜひ RDA の大きさ、数字っていうのは日頃から、まあ、意識してもらいたいですね。デンタルハイジ診スの皆さん。で、RDA28。 小さいものから65そして121っていうので、まあ、120ぐらいだと、まあ、大体ちょっと中くらいの粗さですよね28だと相当小さいです。 全然つつぶぶ感ないいっていうのが RDA ですね RDA これ200台とかになっちゃうともうこれ歯の表面もうゴリゴリ削りますよっていうね着色ひどい場合に使いますよっていうようなプロフィーペーストがあると思いますけど大体 RDA ってこんな感じです28相当ツルツルだよ121まあまあ粗いよ中くらいだよっていうような RDA ペーストを使っていたということですねでこのペーストなんですけど 同じ28、28なんですが、上はマニュアルトゥースブラッシュ、普通の歯ブラシ。で、下は音符歯ブラシということで、ソニックトゥースブラッシュを使った場合ってことで、同じ RDA に対して、まあ、マニュアルとソニックをそれぞれ使わせてみたということで、全部で6グループの構成になっています。まあ、つまり、マニュアルトゥースブラッシュに RDA28 をつけて磨いた場合、ソニックトゥースブラッシュに RDA28 をつけて磨いた場合、っていうのをそれぞれね、6回。 まあないしは何回かね、やってたということなんですけど、このブラッシングの時間っていうのはですね、20分間です。結構長いですよね、20分間。歯ブラシ、テレビ見ながらとか歯磨きしてると、あっという間に30分経っちゃうというような話聞いたことあると思いますし、実際皆さんもね、そういう人いるかもしれないんですけれども、ブラッシング時間20分って結構長いです。大体日本人のブラッシング、1回のブラッシングの時間の平均っていうのは、まあ、2、3分。 まあ2分。ないしは3分。2から3分っていう風に言われていて、まあそれに比べるとだいぶ長い時間、ブラッシングをずっとね、してるかなっていう感じです。これが2分とか3分、通常の歯磨きであれば、まあさほどそんなに関係ないかもしれないんですけど、まあ20分磨き続けたらどんな風に歯の表面変わっていくんだろうというのを見てるということですね。で、マニュアルやる場合に、まあ、マニュアルとソニックで当然ね、この圧、ブラッシング圧っていうのは、まあ、当然変えないといけないですよね。ってことで、マニュアルの場合はだいたいスピードとすると1分間に60ストローク。 1>, 1分間に60ストロークで、まあ、1 6、N、ニュートンなんでだいたいそうね 200g いかないぐらいですかね1 6 0いですかねブラッシング圧はだいたい200から2 5 0ムが望ましいと言われていますけれども、まあ、それよりは少し弱めの圧力でマニュアルでブラッシングされてるとでソニックンパ歯ブラシだと余計ブラッシング圧は下げてあるので、まあ、0.6なんで そうですね。100いかないぐらい。100g いかないぐらいのブラッシング圧なんで、まあ、だいぶ優しめに歯に際して当てているというような感じです。圧そんなにかけてないよという状態でね、やってみています。まあ、圧をこんなにかけてないんじゃ、そんなに芯面に対して影響ないんじゃない締面の表面削らないんじゃないっていうようなことも、まあ、予測っていうかね、ちょっと考えられる、想定する人もいるんじゃないかなと思いますけど、ここでリザルト結果を見る前に、ぜひ皆さんもう一度考えてもらいたいんですけど、どうですかね。普段自分で電動歯ブラシ使われてる方いると思うんですけど、どう思いますかね。 電動歯ブラシ閉まらな何使ってますか？普通の島材使ってます。全然この rda とか意識しないで使われてますかね？そういう場合どうですかね？実際どんな風に違いがあるんだろうか？タグが歯ブラシ、サラド歯ブラシさあどうだろうか？毎日どのくらい自分の歯を削ってしまっているんだろうか？そこを確認していきましょう。っていうと、これがそれぞれですね。さっきのグループ分けでで、右側がまマイクロメートルで削れてる量ってことですね。つまり、このマイクロメートルの値が大きければ大きいほど、それだけ歯に対してダメージまあ、損傷があったよという風に考えられます。 ってことなんで、まあ、RDA28 台の2つと、まあ、こんな感じで見ていきますと2.73.14.96.45.29.0っていうと2.73.1っていうとまあ0.4の差のマイクロメートルなんでまあ差ほどそんなに違いがないかなというのがちょっと見えてきますで RDA65 になると4.9と6.4さっきまでの2.73.1の0.4の差に比べて差が結構大きくなってるのが分かりますねさらに RD121 になると5.2と9.0 もう差が明らかに変わってきますよね。ここまでの差は0.4だったのに対して、ここになると1.5で、ここになると、え、これは3.8ぐらい。3.8ですかはい。3.8。ってことで、やっぱ差がどん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 広がっていくのがわかります。当然 RDA の値が高ければ高いほど、やっぱこのマイクロメートルの大きさは 明らかに大きくなってるってことが分かります。それはマニュアルトゥースブラッシュでもソニックトゥースブラッシュでも、まあ、いずれも同じです。やっぱ RDA が大き,い大きければ大きいほどそれだけ歯に対してのダメージ損傷は与えられやすくなる。与えるんだよということがあります。かつ RDA の値が高くなればなるほどソニックトゥースブラッシュが与える使面への影響がどんどん大きくなるということが分かります。これをまとめるとですね はい。もう簡単に言っちゃうまざっくり言っちゃいます。本当はもっと大きくディスカッションとかたくさん論文の中では書かれているんですけど、もうこれまでざっくりね言っちゃいます。ざっくり行くと、もう RDA28 の時っていうと、まあマニュアルとソニックでは、これはですね、統計学的にも有意差はなかったということなんですね。つまりこの0.4っていう差はありますけれども、統計学的に言うと、これさほど差がなかったと。つまり RDA28 を使っている時は、マニュアルトゥースブラシであろうが、ソニックトゥースブラシであろうが、どっちのタイプの歯ブラシを使っていようが、歯に対する影響というのはさほど変わらない。 同じ程度の影響であったとということなんですね、えー、ただし RDA65 以上65内蔵121の時というのはもうマニュアルとソニックで比較した場合この差が1.53.8とあるようにこれはもう優位差があるよとつまりソニックトゥースブラッシュを使っている時 RDA65 内蔵121を使ってしまうとソニックトゥースブラッシュの時はもう摩耗がね大きくなっちゃうと歯に対するダメージはマニュアルトゥースブラッシュよりも優位に高かったということが分かったんですね。 まこの結果から言えることはもうはっきり言って一つですよねはい患者さんから電動歯ブラシについて聞かれた時ないしは患者さんに電動歯ブラシのことを話をする時はですね電動歯ブラシの時に使うしま剤歯磨き剤というのはやはりしっかりと選ばないといけないよと何でもいいわけじゃないということを必ずこれは強調して差し上げる必要がありますよねまあ、皆さん自身もですね電動歯ブラシを普段使われているようであれば使う使用するしま剤の種類というのは容易に気にかけてあげる必要があると 何でも OK じゃないと。あんなね、電動歯ブラシちょっとやったぐらいじゃ、さほど歯は傷つかないよと。そんなことじゃないんだよと。もう状況によって歯を十分削ることができるということを必ず意識しておかなくてはいけないと。なので、電動歯ブラシを使うときには、それ相応のですね、やっぱり低研磨性の縞剤を使うように進めてあげること、説明してあげることが非常に重要なんだなと。それが患者さんにとって一番望ましいことだということを、ってことをお話しすることが やっぱ歯科医生としては大事だなということがこの論文からは言えるかなと思います。それでは今日はこの辺でまたお会いしましょう